高校生の俺、田中優斗は冴えない陰キャだった。放課後にデートする彼女もいなければ部活にも入っていない。なので持て余した時間をファミレスのバイトをすることで埋めていた。バイトに対する熱量も全然高くはなかった。与えられた仕事を最低限こなして、あとは適当に流すだけ。田中くんって本当に最低限の仕事しかしないよね。省エネを極めてるって感じ。いくら頑張っても時給だから稼ぎは変わらないからな。だったら楽な方がいいだろう。むしろ俺は柊さんたちがどうして熱心なのかがわからない。そりゃどうせ働くなら一生懸命の方が楽しいから。それに大好きな仲間たちと一緒にいられる時間が好きだし。いや、大好きな仲間たちって単なる仕事上のつながりだろ。バイトを辞めたらもう二度と関わりを持たない相手だ。そんなことないって。一生のつながりになるかもしれないし。あんまり冷めたこと言ってると田中くんを大好きな仲間から外しちゃうよ。いや、むしろ入ってたのかよ。てっきり除外されてるのかと。人の道を逸れてるとかじゃない限りはみんなウェルカムだからね。随分と間口広いな。二人とも楽しそうじゃないか。田中くんと七香ちゃんって実は結構仲良かったのか。あ、リュウジさん、お疲れ様です。今日はもう上がりですか。あ、ちょうど上がったところ。彼の名前は桐生龍二。俺たちのバイトの先輩であり、有名な私立大学に通っている。仕事では厨房を任されている。端正な顔立ちに人当たりもいいことから女子からの絶大な人気を集めていた。二人ともお腹減ってない？よかったらまかない作ってあげようか。え、いいんですか。今日は忙しかったからね。それくらいのねぎらいはあってもいいだろう。俺たちは龍二さんにまかない飯をご馳走になった。リュウジさんの作ったまかないめっちゃ美味しい。これ本メニューとして出したらいいのに。絶対人気出ますよ。褒めすぎだって。でもありがとう。それじゃあ俺はこれで。二人とも気をつけて帰りなよ。あー、リュウジさん素敵な人だよね。料理も上手だし、みんなに優しいし、あとイケメンだし。最後の要素がでかい気がするけど、まああの人がモテるっていうのはわかる気がする。女子のバイトはみんなリュウジさんに気があるからね。この前も先にリュウジさんとお近づきになりたいから協力してほしいって頼まれたし。さっきって言うと俺たちと同じ高校生バイトの清水咲か。それで柊には引き受けたのか。そりゃね、咲とは親友だから。あの子が幸せになるためなら私は協力を惜しまないよ。そりゃ友情に熱いことで。けど俺には柊もリュウジさんに気があるように見えたけど、自分の気持ちはいいのかよ。そりゃ私も好きか嫌いかで言うとリュウジさんは好きだけど、でも咲のことはそれと同じかそれ以上に大事に思ってるから、あの子にうまくいってほしいなって。柊は損しそうな性格してるな。まあ俺には全く関係ない話だ。頑張って青春してくれ。もう冷めてるな。というかそれを言うなら田中くんは頑張って働いてよ。それからしばらくは何事もなく時間が過ぎていった。転機が訪れたのは1ヶ月ほど後のことだ。え、リュウジさんと清水が付き合うことになった。そう、勇気出して告白したらうまくいったんだって。さっき言ってばすっごく喜んでてね。最初に報告くれたんだけど嬉しくて私も思わず泣いちゃった。まあ成功したなら良かったじゃないか。もし失敗してたら清水はバイト辞めることになってたかもしれないし。え、普通そういうこと言う？けど他人が告白成功したのを聞いて泣いて喜ぶってすごいな。もしかして柊ってめちゃくちゃいい人なのか。いやいや、めちゃくちゃいい人ってそこまで。でもあるけどね。なんかそのドヤ顔は腹立つな。バイトを終えて柊と共に店の裏口から出た時だ。あれは龍二さんと清水か。完全に付き合い出したカップルの距離感だな。ふと隣を見ると柊が複雑そうな顔をしていた。柊、大丈夫か。え、いや、龍二さんたちを見る目が名残惜しそうだったから、もしかして後悔してるのかと思って。別にそんなことないし、あの二人お似合いじゃん。私に付け入る隙なんてないよ。それに咲が幸せそうだから。そしてしばらく経ったある日のことだ。あれ、もうすぐ修行の時間なのに龍二さん来ないな。いつもならとっくに来てるはずなのに。もしかして何かあったのか。大変だ。どうしたんですか店長。血相変えちゃって。さっき電話があって桐生くんがこの店を辞めるって。え、そりゃまたなんで。わからない。事情を聞く前に電話を切られてしまった。少しして七香が出勤してきた。柊、大変だ。龍二さんがバイト辞めるって。うん、知ってる。それ私のせいだから。え、どういうことだ。あの人さっき以外の女子とも複数付き合ってるって分かったから問い詰めてやったの。
ヒイラギの話によると真相はこうだ。ヒイラギはリュウジさんが清水以外の女子とも付き合ってるのを目撃した。問い詰めると四股かけていたのだという。リュウジさんは外面こそ良かったが実はとんでもなく女癖が悪かった。ヒイラギがリュウジさんを糾弾すると彼は反省の色を見せずにこう言った。ナナカちゃん、俺のこと好きだっただろ。なんなら5人目の女にしてやってもいいよ。その一言が引き金となってヒイラギはリュウジさんに平手を打った。私がビンタしたからリュウジさんは腹いせに辞めたんだと思う。そんな、困るよ。彼がいないとお店が回らない。今日は忙しい日だし、もうこの店はおしまいだ。わかりました。なら俺がリュウジさんの分も働きます。え、田中君が？まあ背に腹は変えられませんし、俺もこの店が潰れるのは嫌ですから。おお、普段は自分以外の仕事や残業を絶対にしない田中君が。だけど大丈夫かな。リュウジ君はこの店の一番の有能だったから、その穴を一人で埋めるとなると。俺はリュウジさんの穴を埋めるために本気を出して働いた。料理上がった、どんどん注文持ってきてくれ。すごい、普段とは別人みたいな働きっぷり。おお、田中くんがいてくれたらどうにかなるぞ。みんなも頑張ろう。職場のみんなが奮闘したことでなんとかその日を乗り切ることができた。田中くん、本気を出したらこんなにすごかったんだね。働いてる姿かっこよかったよ。そりゃどうも。言っとくけど今日だけだから。それより大丈夫か？うん、ごめんね。私のせいで迷惑かけて、リュウジさんは私の気持ちを知っていて、それをもてあそぼうとしたからどうしても許せなかったの。ヒイラギが謝る必要なんてない。リュウジさんは四股もかけて女の子の気持ちをもてあそぶやつだったんだ。到底許せるようなことじゃない。俺がその場にいたらヒイラギの代わりに殴ってた。田中くん、だけど私のせいでリュウジさんはいなくなったし、サキもバイトを辞めちゃった。私はサキのことを思って協力しようとしてたけど、サキからは絶交されちゃったし、私のやったことは全部間違ってたのかな。そんなことはないよ。俺は友達のために動けるヒイラギのことを尊敬してる。それは絶対に間違っちゃいない。俺が保証する。だからこれからもずっと変わらないでほしい。ありがとう。私おかげで元気が出たよ。だけどヒイラギは一つ直さないといけないところがあると思う。え？自分の気持ちよりも他人を優先させすぎだ。自分の気持ちにはもっと正直になった方がいい。そうじゃないと損するぞ。そっか、そうだね。じゃあ素直にならないと。私ね、田中くんのことを好きになっちゃったみたい。だから私と付き合ってください。え、いや冗談だよな。言ったでしょ、自分の気持ちに素直になれって。だから私は素直に気持ちを伝えたんだけど、田中くん返事を聞かせてほしいな。そして俺とヒイラには付き合うことになった。ゆうとくん、今日はバイトもないし遊びに行こうよ。たっぷり付き合ってもらうから。以前とは違い、ヒイラギは自分の気持ちに忠実だ。俺はそれに振り回されているのだが、そう悪くない気分だった。